シャアだ。あれに当たるわけにはいかない。ドゥン、ピシュッピョン、ドゥン、ピシャピション、ドゥン。モビルスーツめ、やるようになったな。アムロ風実況、ガンダムオンライン、実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。今回は、この、ジェスターキャノンを使っていこうと思います。はい。こちらなんですけど、某有名、ゆっくり、プラモデル系の、ゆっくり実況者の、名前なんやったかな？名前なんやったかな？オムドロイヤルズさんだったかな？オムドロイヤルズさんかなんか、なんかそういう人が、やたらと強いっていう風にね、言っていたという情報を耳にして、フルマスして使ってみたんですけども、その全然強くないんですよ、こいつマジで。騙されたわ、これ詐欺だわ、マジ詐欺。それで使って、もう封印、こいつは封印していたんですけれども、こいつはガンダムではないので、そもそもこいつはガンダムじゃないんで、最初から期待はしていませんでしたが、エテポンゲ軍団の、大将の一人、エテポンゲ軍団、エテポンゲ支店の、スザクの担当している一人が、こいつ強いよっていうふうに言ってまして、それでちょっと武装を見直して、はい、今回は、そのアドバイス受けたこの武装でやろうと思います。そのあれだよ、オムドロイヤルズさんだったかな、オムレスさんの、言っていたやつじゃなくて、これは、エテポンゲ軍団の、支店の、スザクが、スザクを担当している、人のおすすめのジェスターキャノンです。はい、そういうことです。では大規模戦に参戦していこうと思います。はい、本日のフィールドは、北極基地ですね。はい、このタイプの、北極基地は、Y と B 拠点、この真ん中の本拠点が、10分後に動き出しますので、それまでに、いかに X と Z を、攻撃できるか、いかにそのラインを上げることができるかっていうのが、鍵になっています。はい、その Y が出てくるその時に、2番をうまく、踏めれば、非常に戦況を有利に運ぶことができます。基本的には、この黒い部分ですね、ここで、戦っていきます。はい、よし。本当は最近はね、代理式とかも、入るようにしています。なんか僕は盛んなんですけど、いかん戦場に一人だけ盛んで入れられることが多くてですね、やはりいかんどもを導く、リーダー的存在、しっかり今回はみんな盛んなんで、それでもね、盛んのみんなをまとめていこうと思います。やはり、一番重要なのは、まず1番を取ってコンテナを集めることですね。そこから優位に立っていきましょう。こいつは本当射程距離もね、非常に優秀なんで、こういう戦い方ができます。あ、危ない。
よしよし、これでいい、これでいい、これでいい。1回オーバーヒート。よし、冷却完了。下がった方がいい、これは。しかし1を取るぞ、絶対に 1を渡しちゃいけない。よしよしよし、あーこれは、ちょっ、何してんねんマジで、もっと前出ろや。こんな後ろでな、こうこんなな後ろの方で打っちゃっててもしゃあないんじゃ。早い。出てこなければ倒さなくて済んだのに。とっとと一番踏みましょう。ちょっと危ないな。ついつい熱くなっちゃいましたね。百式の距離。何？ダメだ、動かない。戦いは非常ですよ。何を当てられた今。出撃する機体を選んでください。出撃する機体を選んでください。ちょっとこれ一回ちょっとデザートジムで様子見ましょうか。ミディアを壊されちゃいけない。ちょっと積極的に行こうや、トライして。まだまだ危ねえ。しあ、またすごいかも。サインの練習しとかないと。出撃する機体を選んでください。出撃する機体を選んでください。ちょ、なんでこうで戦うん。行くぞ。もっと中央を起点に戦っていこうや。いかがかしら。ビビになって怖がんなって、もっと。そうや、そうだ、そうだ、ここ軸に、ここだ、ここだ、ここだ。あ、それでいい。踏んで、踏めるやつは踏んで。よし、いいぞ。湧くな。意地でも取らせない気か。取ってしまえばもう。あら、そしてあの南の警戒も怠らずに。よし、踏め。よし、コンテナ班。コンテナ班。絶対に渡せないよ、もうここは。シッシュ。
よし、これでいい。あ、けど3番が3番取られがち。けどその3番に次集まるとまたここ取られるよ。それは良くない。3番は任そう。あ、敵の力量を見誤りましたね。大丈夫、まだ大丈夫だ。まだこれは巻き返せる。これジェスタキャノン、ちょっと一回デジム、まだ巻き返せる。このゲージ差なら。よし、やばいぞ、踏まれてる。枚数が少ないよ。痛い。あ、そっちか。やれやれ、オッケー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 。デジムはもう乗り捨て。これ、あ、踏まれる。何がオセロでいいかと。じゃあ、なめてんのか、ガンダムオンラインを。やるな、一生。渡すな。失礼しました。悲しいけど、僕は男なんだな。コンテナを回収したよ。オセロでいいとか言ってるやつ女だろ、どうせ。とメスが、あ、ヤンちゃん取ってんじゃん。あ、惜しいな、もうちょっとで削り切れた。ジェスタキャノンの戦い方お見せしよう。やめろ、ジェスタキャノンの戦い方ってのを見せてやろう。これ来るぞ、湧いてくるぞ。ちょっと遠いんだよな。まあこいつ射程が長いから届くんですけど、ちょっと遠すぎる。射程が長いから本当に。後ろ気味で全然戦えるんです。そしてこの攻撃力。こういう戦い方、まあ僕にはちょっと合わないですね。これはどっちかというと、その芋プレイをしている人にが好む機体ですね。これはどうやら絆しか取れない人が乗るんだろうな、こういうのは。だから何だったな、オムレスさんだったっけ、おすすめしてるんですかね。まあ僕みたいな前衛で戦うタイプの人間にはちょっと少しばかり物足りないですね。少しばかり。これ以上好きにさせない。打ち尽くす。よし、直撃したぞ。これ4点式の方が強くないか。ちょっと前出てこんくなっちゃったな。よし、今それはいい傾向ですよ。その前に出てこなくなったってのはいい傾向です。ビビっちゃったわけだ。やめて。うわー、使えねえや、この機体。ちょっと一回4番、こっちも忘れがちですけど、ちゃんとや
防衛するときはしとかないと。何こいつ、何なんぞ。苦戦しているようでは他のパイロットには勝てないですよ。ああ出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んで。いいわそんな、 4番なんかやるわそんな。欲しけりゃ取っとけ、そんなもん必要ないんじゃ。そんなこっちさえ押さえときゃな、あのいいんじゃけの。しかしあんまりこっち出てこなくなったんで、中央丘上から行きます。かといって出たら良くないぞ。一人で出ちゃいけない。うまい、ありがて。押せるとき押しとこ。あいつ俺さっきガザのやつや。あちょっと待て、シュシュシュ、一回引きます。あとは頼みました。一時退避します。まだいい、泳がしといてやろう。さっきのやつはあとで必ず仕留める。これ一番狙ってきてんな。1111渡すな、全部食らい尽くせ。けど南、そうだね、南がちょっとレーダーがないから戦略兵器一つでこの戦場はひっくり返っちゃうんで。さあ踏みに来たところ、ナイチンごとき逃がして、ちょっとダンスがふぅ。修理なら俺が、こう見えて器用なんだぜ。レーダー、いいぞ、いい感じだ。いやこのまま、あちょっと待って、これ中央に流れなきゃいけないけど、ちょっと残党を狩る。残党狩り、まずは残党狩り。どこからだ、残党狩り。ついでに X 殴っちゃいます。ういーっす、よしよしよし、超登場お前。3番ナイスナイス、ヤシヤシヤシ、ありがとう。ヤシありがとう。くそ、おいコソコソすんなよ、ナイチンゲールのくせに。コソコソしやがってよ。めめし、よし落ち着いて Y 拠点先に通しちゃいましょう。でその後に、その一番の獅子は数名でお願いします。届く。でこれ下も注意しとかないと、あの下も本当にね、これあの拠点を意識してたら ただただ殺されてしまいますので、下注意しながら。このナイチン食ったら俺はよしよし、
あ、マジでこここそ、あ、ここだ。ジェスタキャノンの使い方はここだった。こいつの射程ならここら辺からでも届く。この距離か、この距離で届きます。この距離です。しかし、これどうなんだろう、威力的な問題。これ下の処理もしっかりしないとね。下の処理もやめろ。大丈夫大丈夫大丈夫、対爆走行。やめろ。にゃー、赤いモビルスーツ、シャーカ、ララが言った。ニュータイプは殺し合う道具ではないって。よし、あの上は任せるわ、あの下はあの僕に任せてください。下は俺に任せてくれ。結構前来てんな、結構前来てるわ。ちょっと待って、これ正面から行ったらあかんよって言われたとこやんよ。正面から行ったらあかんよって言われたばっかりなんで。ニュータイプの連フィンはガードも使えるから、そういうとこちゃんとあの使い、使ってね。あのもう後ろの方にいるやつは、どうせ前出てこやん。陰キャやろや、陰キャ。一回回復し、うわー結構削られてんな。うわー、これ B 先やられてしまうか。あ、いや違う、もうやってるやん。ナイス。よし、あとはあの残党狩りと1番とりあえず取り返しましょう。どこだ、ニューガンダムは伊達じゃない。ちょうどクソが、あ、ミスチーム、久しぶりだから切ってなかったもん。下は任せよう。こちらは拠点を占領したよ。とりあえず1番をとっとと取るよ。そんな怖くないよ、そんなの。ガジャなんか怖くない。よし、勝てるぞこれは。よし、1番踏んで。短式もう時すでに遅いぜ、それは遅いもう。今さらそんなに一番欲しかったあげるけど、そんなに欲しいんだったらあげるよ。プレゼントするよ。よーし、よーし、やりました、我が軍の勝利です。はい、あの非常にいい、あの最初はちょっとあの不安要素はありましたが、後半なんとか持ち直しましたね。いい戦いでしたね。
なんで抜けてるんこや。情けないね。まあ欲を言うのならば、もう少しばかり拠点を殴れればよかったかなと思いますね。あの真ん中の拠点じゃなくて箱拠点の方ですね。はい。やはりここの戦場は、1番が、鍵になっていますので、はい。まあ、そこのところをね、ちゃんと理解して、次の戦いに生かしてください。まあ、僕のこの動画を見た人はね、一番の重要さっていうのが非常によく分かったんではないでしょうか。はいはい。てなわけで今回はこのジェッタキャノン、ジェッタキャノンのこいつの、エテボンゲ軍団大将たち、エテボンゲ軍団の傘下の大将、四天王である、スザクが教えてくれたこの狂気隊ジェスターキャノンでした。はい。このね、シールドブレイク3をつけることによって、より相手のダメージを一気にこそぎ落とすことができるので、はい、これはつけて運用してください。はい。では、ご視聴ありがとうございました。